ロッテ・佐々木朗まれが5000万円増の年俸8000万円で大取り公開。いい評価をしていただきました。ロッテ・佐々木朗まれ投手、21日。が24日、ZOZO マリンでチームでは大トリで契約公開交渉に臨み、今季年俸3000万円から5000万円増となる年俸8000万円。金額は推定。でサインした。ファンの記憶に刻まれる1年だった。 初めて開幕からローテーションに入り4月10日のオリックス戦で史上最年少で完全試合を達成し、NPB 記録となる13者連続奪三振もマーク、自己最速の164キロも記録したプロ3年目は20試合、129回1、3を投げて、9勝4敗、防御率2.02という数字を残した。グレーのスーツに赤いネクタイで契約公開交渉を終えた佐々木明は、 年俸はご想像にお任せします。と具体的な金額こそ明かさなかったが、いい評価をしていただきました。来シーズンは貯金をたくさん作ってほしいと言われました。と笑顔で語った。この1年間を振り返って、春先いいスタートが切れたんですが、後半は成績を落としてしまって結果的には悔しいシーズンかなと思います。とコメント、目指していきたい金額については、特にはないです。と明かした。 WBC で仮に選出された場合、どういう役割でどんな投球したいといった質問には、それはもう任されたところで全力でやりたい、現役のメジャーリーガーとプレーする機会は本当に貴重だと思うので、そのための準備をしたいと思います。と回答、来季へ向けた意気込みとしては、チームとしてはリーグ優勝できるように、自分のできることを精一杯、力になれたらなと思います。とコメントした。